ちの今日もどっかでダイナマイ我々の YouTube チャンネルも、ね、うん、始まりまして、うん、まあもう2ヶ月近く経とうとしておりまして、うん、いろんなちょっとね、うん、いい点悪い点がちょっと、ね、つかりましてですね、うん、ちょっとこれをちょっとねちょっと発表していこうということで、はいはい、ちょっと私とパンチさんと一緒に、うん、いろいろとこれでどういうふうにしていけば、うん、このチャンネルをもっとたくさんの人に見てもらえるかなっていうのをちょっと、うん、いろいろお話させていただければと思います、はい、のババン。まず、うん、総再生時間、うん、我々の YouTube チャンネルの動画を今の通算で何分見られているのかという時間がですね、9832分、うん、これ時間にすると、まあ、150時間以上たくさんの方に見ていただいております、うんうん、若い女性の方の視聴者がちょっとやっぱ少ないという感じのデータが出ておりまして、うん、はい、でもやっぱこうね、やっぱこう男性の方とか野球好きな方とかはやっぱりパンチさんのことよく知ってらっしゃいますし、そういう方々はよく見ていただいてるというか、うん、という感じでございまして、こういうデータが出ております。まあでも、はい、よく 6.2% の女性見てくれてるね。どんな方なんだろう。やっぱり野球好きの方なのかな。まあそうですかね、やっぱね、うん、野球とかやっぱあのいろいろね、ラーメン食べに行かせていただいたりとか、うん、商店街も行かせていただいたりしたので、うん、20歳以下っていうことは、はい、それこそ30代、20代、うん、10代の子たちも見てほしいね。そうですね、うんうん、やっぱりね、そうなんですね。でもさ、手応え的にはどうなの、小野君、この、はい、あの今2ヶ月ぐらい経つけれども、はい、あのうん、パンチさん、うーんっていう感じなのか、あのああいいんじゃないですかっていうか、いいと思いますみたいな、どれ、あ2番目だ、そうですね、もういいんじゃないですかぐらいですね。なんか、まあいいんじゃいいね。そうですね、うん、はい、まあ順調に滑り出してるような感じはします。 YouTube のこの、はい、この何、虫眼鏡みたいなところを押すんじゃない、あれ見るときに、 ね、あれでさ、はい、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイトって長いから、はい、失敗したなと思ったんだけど、でもウノとパンチでパンと出るね。出ますね、うん、後ろってさ、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイト、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイト、俺もっと1個ずつ UP ダイナマイトとかさ、なんか短くすればよかったかなと思ったんだけど、まあ、ウノとパンチでパッと出るから。そう、出るんですよ、ね、おじさんになるとこんなことも分かんないからね。パンチさんの、名前出してもパッとこう、うん、だんだんもう出てくるようになってきましたんで。あ、そうなの。そうなんですよ、だからパンチ佐藤っていうふうに YouTube で打っていただくと、うん、多分5番目か6番目にはもうポッと出てくるようになりました。あ、そうかそうか、はい、あ、だからなんだ。あ、なんかありました。YouTube ばっか見てるの、はい、でさ、やたらと八代亜紀さんが出るんだよね。というのは、はい、確かに僕八代亜紀さん聞いてるから、あ、次の八代亜紀、次の八代亜紀、次の八代亜紀ってこう出てくるんだね。だからこの人は、こういうの好きなんだって期待に応えてくれるんだね。なんか判断してくれるみたいで、うん、でも傾向とか、うん、もうこの人がどういう動画を見て、じゃあこんなの好きそうだなっていうのを勝手にこう判断して見れるようになってるんですよ。なってんだな。そういう意味じゃパンチでもパッと出るようになってきたんだ。そうなんですよ。ああ、いい傾向だね。いい傾向でございます、うん、今後どういう企画をこうやっていきたいですかというお話でございまして、はい、企画ってズバリこれっていうのは、はい、うん、あれなんだけど、例えばだよ、はいはい、こうしたら、うん、美味しいのに知らなかったみたいな、例えばね、あ、はあ、例えばよくみんな、はあ、って言うんだけど、はい、ご飯に納豆かける時さ、はい、あれなんかこうパックにからし入ってるよね。あ、入ってますもんね、あれなんでからしなのかって、僕はね、わさびなんだよ。納豆巻きお寿司で、はい、わさびでしょ。ああ、でも確かにそうですね、うん、だからね、からしつけない、あの YouTube ご覧の皆さん、はい、パックなんかこう出汁みたいなさ、うん、からし入れて、はい、からしの味しないでしょ。あれ何よ、あれしないですよね。わさびよ、SB 練りわさびギュッとやってそして海苔と巻いて食べると美味しい。あ、だからこういうような、はい、
って言われるけども、うんうん、宇野とパンチのこれ聞いて、はい、おっっていうようなね、うん、そういうのをこうパンチさんと宇野で、うん、宇野対決みたいなのね、それちょっともう教えてほしいもんね。ああ本当です、うんうん、あじゃあぜひぜひちょっとやらせていただきたいなというのもありましたり、うん、あとはそうですね、まあ、先ほどの食べ物のあれじゃないんですけども、うん、よくコーラ気の湯みたいなこともちょっと体を張ったようなこともちょっとね、うんうん、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。